日本海列島上柱は、列島上柱目列島上柱下に属する上柱の一種。成虫の体長は、最大で10メートル、体幅1.5センチメートル、ストロビラは、約4000個の片節からなりジッパー様の外観を、呈する。中卵は、長径55から75マイクロメートル、短径40から55マイクロメートルの楕円形、高褐色、一旦に小豚を有し、 1>, 1個の卵細胞と多数の卵黄細胞を含む。第一中間宿主は、海産の甲殻類と考えられるが不明。第二中間宿主は、サクラマス、カラフトマス、収縮主は、ヒト、クマ。日本海列島上中の中卵は、糞便とともに、外海へ排出され、水中でコラシジウムに発育する。コラシジウムは、第一中間宿主に摂取されることにより侵入し、 対抗でプロセルコイドへと発育する。第二中間宿主には、第一中間宿主と共に摂取されることにより、侵入し、プレロセルコイドに発育して、皮下や筋肉に寄生する。収縮主には、第二中間宿主と共に摂取されることにより侵入し、小腸で成虫に発育する。日本海列島上虫の治療は、プラジカンテルの内服。 消化管増栄剤であるアミドトリゾ酸の服用、注入が代表的なものである。プラジカンテルは苦中率90から100%、アミドトリゾ酸は苦中率約78%とされる。ありがとうございます。